毎度、徹子です。イランに逮捕された韓国ケミ号が3ヶ月ぶりに解放されるかもしれないみたいです。逮捕された原因は韓国が原油輸入代金70億ドルを支払っていないからなんだけど、依然として韓国は支払うつもりはないみたいです。どうやら米国とイランが核合意復活の交渉を始めたことで韓国のタンカー逮捕問題が解決すると勝手に想像しているだけのようです。ニュースの詳細、イランに逮捕された韓国船籍のタンカー韓国ケミ号と船長の解放に大きな進展があることが分かった。早ければ来週にも解放が可能という雰囲気だ。1月に逮捕されて以来3ヶ月ぶりに突破口が開かれたのだ。韓国外交当局は2日、この問題をめぐるイラン側の態度が前向きに変わったと判断し、近いうちに解放される可能性が高いと見ているという。ただ外交当局者は時期を断定することはできない、イラン側の立場が変わることもあると緊張を緩めていない。現在イランには船長を含む韓国人船員5人とミャンマー人6人、ベトナム人2人、インドネシア人1人の計14人がいる。このうち拘束されているのは船長1人だ。残りは船舶の維持と解放に対応するため残留している。イスラム革命防衛隊は1月4日オマーン近隣海域で韓国ケミ号を拿捕した。拿捕の理由には環境汚染を挙げた。拿捕の前、両国は韓国の銀行に凍結中のイランの資金問題で葛藤があった。イランに対する米国の経済制裁のため韓国の民間銀行で70億ドルに上るイランの原油輸出代金を凍結している。両国は凍結資金の一部を人道的公益チャンネルに活用できるようにスイスにあるイランの口座に移転する案などを協議してきたとのことです。あかん。韓国は早ければ来週中にも韓国船籍のタンカー韓国ケミ号と人質が解放されると言っているんだけど、イランから輸入した原油代金70億ドルを支払ったわけでも、外交部がイラン政府との交渉に成功したわけでもなく、ただ単に願望を記事にしてしまっただけみたいです。韓国の報道はいつも希望的観測だけで、国民の期待を無駄に膨らませてしまいます。希望でしかないので、当然のことながら国民の期待を裏切るような結果になってしまい、国民の怒りが爆発するってオチになるんじゃないかなって思います。外交百戦錬磨のイランに韓国の思いつきの口約束外交は通用しません。原油輸入代金70億ドルを支払わなければ人質と船は帰ってこない、支払えば帰ってくる、それだけのことです。こんなにも単純な話をなぜ理解できないのでしょうか。ちなみに韓国外交当局がイラン側の態度が前向きに変わったと判断したのは、欧州連合の対外政策を総括する対外活動庁 EAS がイラン核合意の復活を目指し、4月6日にオーストリアウィーンで会議を再開することに合意したことが影響しているみたいです。核合意復活の交渉には国連安全保障理事会の常任理事国アメリカ、イギリス、フランス、中国、ロシアとドイツ、イランが参加します。欧州連合の高官の話では、米国が解除できる制裁リストとイランが満たすべき核義務を交渉しているとのこと。イランは米国と協議を行うことはないと言っているんだけど、バイデン大統領はイランとの交渉を希望する旨を明らかにしていたので、米国とイラン両政府は非公式で接触する可能性が高いと言われています。この流れで米国とイラン両国の接触が、イランに拘束された韓国の船舶ケミ号の解放にも肯定的な影響を与えるのではないかと韓国が勝手に注目しているんです。自国の都合しか考えないというのはいつものことです。イランが原油代金70億ドルを返してほしい、制裁リストから外してくれと要求するとか考えないのでしょうか。ウィーンでの協議で韓国がイランに原油代金70億ドル約7750億円を支払うというところまで話は進まないと思いますが、イラン核合意が復活した場合、米国が対イラン制裁を解除することになり、韓国はイランに70億ドル支払えることになります。その時韓国は本当に70億ドル支払うのでしょうか。こちらが韓国の反応です。海上で韓国船を拿捕したことに対して丁重な謝罪が必要だ。
さらにこれまでに受けた損害をしっかりと賠償してもらう。イランにお金を返すのは当然だ。しかしイランは韓国のタンカーと船員を強制抑留したことについて必ず選手と船員に賠償しなければならない。全てアメリカの原因なんだ。支払えなかった理由が米国の承認であることに腹が立つ。付けの返済になぜ米国の顔色を伺う必要があるのか。購入代金を支払えるだけなのにどうして第三国の許諾を得なければならないのか。お金は当然返さなければならないと思う。しかしいくら返さなければならないお金でも人質を取られているのだから返す必要はない。これはお金を渡すかどうかの問題ではない。国家がテロの要求に屈服するということになる。経済活動に米国の承認がなぜ必要なの。作戦権だけでなく経済権も米国に渡したのですか。イラン原油は買うな。全部米国が悪い。以上が国民の反応です。米国や EU は今年6月のイラン大統領選挙を念頭に置いていて2ヶ月以内に合意に達することを目標に動いています。韓国の原油代金問題も近いうちに解決しそうですね。最後まで見てくれてありがとうございます。